始めましょう。前もって言っておくけど、このテストは単純な戦闘力を測るものじゃないわ。状況に応じた適切な行動を取れるかを見るためのものよ。その意味で何の工夫もしなかったら、短時間で相手を倒せたとしても評点は辛くなるでしょうね。は、面白い。単純な力押しじゃ評価には結びつかないわけね。4月の実技テストを開始する。リーン、エリオット、ガイウス、まずは前に出なさい。いきなりか。承知。呼ぶとしますか。魔獣？いや、命の息吹を感じない。ええ、そいつは作り物の動くかかしみたいなもんよ。そこそこ強めに設定してるけど、決して勝てない相手じゃないわ。例えばアークスの戦術リンクを活用すればね。あ、それでは始め。
襲い来るなら迎え撃つのみ。行くぞ。さあ一気に行くぞ。僕の番だね。みんな元気を出して行くぞ。俺の番だ。天地人、火は我にある。よし。なんとかが出た。悪くないわね。先日リンクも使えたし、旧校舎地下での実戦が効いてるんじゃないの。はあ、いつの間にそんな対策を。それじゃあ次、ラウラ、エマ、ユーシス、前に出なさい。教官、先ほどのくぐつめいたものは一体何だったのだ。
えば機械見たことないかも。とある筋から押し付けられちゃったものでね。あんまり使いたくないんだけど、いろいろ設定できて便利なのよね。ま、ちゃんとテストの役に立ったし、結果オーライということで。さて、実技テストはここまでよ。先日話した通り、ここからはかなり重要な伝達事項があるわ。君たち7組ならではの特別なカリキュラムに関するね。さすがにみんな気になってたみたいね。それじゃ説明させてもらうわ。君たちに課せられた特別なカリキュラム、それはズバリ特別実習よ。実習ですか？なんだか嫌な予感しかしないんだが。君たちには A 班 B 班に分かれて指定した実習先に行ってもらうわ。そこで期間中用意された課題をやってもらうことになる。まさにスペシャルな実習なわけね。学院に入ったばかりなのにいきなり他の場所へ？私がついていったら修行にはならないでしょ。獅子は我が子を先人の谷にってね。はあ、修行ならばむしろ望むところではあるが。バレスタイン教官、結局俺たちにいつどこへ行けと言うんだ。オーケー、話を進めましょう。さっきも言った通り、君たちには A 班 B 班に分かれてもらうわ。さ、一部ずつ受け取りなさい。ほう、興味深い班分けだ。ケルディックとパルム、どちらも帝国の町なのか？ケルディックは東にある交易が盛んな場所だけど、パルムは帝国南部にある宝石で有名な場所ですね。あそこか、めんどくさいな。場所はともかく、 B 班の顔ぶれはありえんな。日時は今週末、実習期間は2日くらいになるわ。A 班、B 班ともに鉄道を使って実習地まで行くことになるわね。各自それまでに準備を整えて英気を養っておきなさい。ランクアップだね。はい、学院からの特典だよ。リンク、本当にお疲れ様。おはよう、アリサ。おはよう。その、早いんだな。待ち合わせの時間まで20分くらいあるのに。そっちこそ。何時くらいに起きたの？ああ、5時くらいかな。まあ、いつもそれくらいには起きているんだけどな。そうなの？
なんだ。クラブの朝練。でも確かまだどこにも入ってなかったわよね。いや、個人的な習慣みたいなものというか。そっちはラクロスだったか。朝練とかもあるのか。ええ、週に2日くらいみたいだけど。ごめんなさい。どうして謝るんだ。変に気が合うわね。その、本当にごめんなさい。あれが偶然だっていうのは最初から分かっていたのに、ちょっと気が動転しちゃって頬まで叩いてしまって。しかもあれって私を助けようとしてくれたのよね。いや、気にしないでくれ。あの落とし穴にしたって、俺たちが怪我しないように安全は配慮してあった。俺が余計な気を回さなければ起こらなかった事態だよ。でもそんなことまではわからなかっただろうし。うん、やっぱり私の方が一方的に理不尽だったわ。それと助けようとしてくれてどうもありがとう。いや、うん、どういたしましてだな。すまない。どうもこういうのは不情報で、妹にもたまにたしなめられているんだけど。あら、妹さんがいるんだ。でもやっぱりそれもこちらのセリフね。この半月なんとかちゃんと話そうとしたんだけど、やっぱり気まずくってつい変に避けてしまって。そっか。ま、でも先週の授業で助け舟を出してくれようとしてなかったか。気づいてたんだ。その改めて話すきっかけにできるかなって思って。まあちゃんと答えられてたから必要なかったんだけど。いや、その気遣いだけでもありがたいよ。そう?それはともかく、あなたに非がないのは認めるけど、それとこれとは話は別だからね。何の話だ?だから、あのことよ。なあ、もう、わかるでしょ?旧校舎の地下に落とされた時の一件だよな。ええ、私があなたの顔に胸を押し付けちゃった。とにかく、思い出すのも厳禁だから。いいわね。ああ、了解だ。あれ?あ、二人ともおはよう。おはよう。いい朝だな。二人とも早いね。でもよかったじゃない、やっと仲直りできたんだね。それはまあおかげさまでね。それはよかった。正直この半月余り見ていて歯がゆかったからな。特にアリサは念願かなって謝ることができたようで。言っておくけど、同じ班で気まずいままなのはどうかと思っただけなんだから。そこのところを間違えないでよね。はいはい。うむ、仲良きことは結構なことだと思うが。メンツも揃ったことだし、早速出発するとしよう。列車が来るまで時間はあるから、店に寄ってもいいかもしれない。あ、うん、そうね。士官学院も早朝から開いてるって聞いたし。それじゃあ購買とか技術部で装備も整えられそうだね。では行くとしようか。